ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は、昭和15年1940年オール読み物12月号に掲載されました。野村鼓童作、銭形平次捕物控えより、女の足跡。それでは本文をどうぞ。第一章。親分、近頃は船のすくような捕り物はありませんね。ガラッパチの八五郎はさっきから鼻を掘ったりあくびをしたりタバコを吸ったり、全く自分の体を持て余した姿でした。捕り物なんかねえ方がいいよ。近頃俺は実手取り縄を返上して手内職でも始めようかと思ってるんだ。平次は妙に懐疑的でした。江戸一番の捕り物の名人と言われているくせに、時々人を縛らなければならぬ都政に愛想の尽きるほど弱気で遠征的になる平次だったのです。大層気が弱いんすね。あっしはまた親分の手から投げ銭が50〜60も飛ぶような、こう胸のすく捕り物がねえと、こう世の中がつまらなくなるんで。おめえはしゃばっ気があるからだよ。俺は御用聞きという家業が時々嫌で嫌でたまらなくなるんだ。そんなこと言ったって御用聞きがなかったしにゃ、世の中は悪い奴がのさばって始末が悪くなりゃしませんか。医者がなきゃ病気がはびこるように。医者と御用聞きと一緒にする奴があるかい。医者は病気を治しゃいいが、御用聞きは悪いものばかり縛るとは限らねえ。平次の会議は果てしもありません。江戸中に悪者が亡くなった時、実手取る縄を返上しようじゃありませんか。それまでは手一杯働くんですね、親分。石川五右衛門の歌じゃねえが、盗っ人と悪者の種は尽きねえよ。もっとも世の中に病人が一人も亡くなって医者の暮らしが立たなくなりゃ別だが。平次は寂しく笑うのです。それまでせっせと縛ることにしましょうよ。そのうちに銭形平次恩宿と書いて門口に貼れや、泥棒ゆすりが避けて通るてなことになりやすぜ。鎮西八郎ためともじゃあるめえし。無駄な話は再現もありません。ちょうどその時でした。八五郎さん、おばさんよ。平次の女房おしずが濡れた手をふきふき、お勝手から顔を出しました。へえ、お坊さんがここへ来るなんか、変な風の吹き回しだね。意見でもしそうな顔ですか？そんなことわかりませんよ。お連れがあるようで。と、おしず。それで安心した。まさか小言を言うのに、助立ちまで連れてくるはずはね。古い借金取りかもしれねえぜ、ハチ。思い出してごらん。おばさんへ尻を持って行きそうなのはなかったかい？平次は少し面白くなった様子です。脅かしは言えませんよ、親分。古傷だらけで、そうでなくってさえビクビク女なんだから。ハチにもおばさんという苦手があるんだから面白い。こっちへ通すがいい。お連れも一緒なら、分かってからじゃ気の毒だ。ずっと大喧嘩へ回ってもらうんだ。ハチは式台へお出迎えさ。何？もう買ってから減った？それじゃあ勘弁してもらって。平次はさすがに居住まいを直して襟をかき合わせました。生暖かい小春日和、午後の日は縁側に張って時々生き残ったアフがそれ玉のよぼに飛んでくるよぼきでした。ガラッパチのおばの連れてきた客というのは、下や車坂の呉服や母屋次郎右衛門のところに20年も奉公しているお谷という60近いばあやさんで、よっぽどの大事があったらしく、すっかり転倒してしまって物を言うのさえしどろもどろです。親分さん、大変なことになりました。お嬢さんのおひでさんが昨日あの万七親分に縛られそうなんです。あのお嬢さんがそんな人殺しなんかするかしないか考えてもわかるじゃありませんか。ねえ親分さん、お願いですからどうかお嬢さんを助けてください。
お谷ばあさんは何べんも何べんもお辞儀をしながら、後も前もなくこんなことを言うのです。さあわからねえ、一体誰が殺されてどこのお嬢さんが縛られたんだ。少し落ち着いて順序を立てて話しちゃくれねえか。平次は苦笑いしながらばあさんの話の中から筋を引き出しました。第二章、お谷ばあさんの話はこうなのでした。今朝起きてみると、よもや次郎右衛門の亡くなった後添いの連れっ子で22になるおみなというのが、自分の部屋で合口で喉笛をつかれて死んでいたというのです。おみなの部屋は中庭に面した四畳半で、店からもお勝手からも自由に出入りのできる場所ですが、夜中にそれほどのことがあったことには誰も気がつかず、今朝雨戸が開いているので初めて大騒ぎになった有様で、おみなの部屋の隣に寝ている繊細の娘のおひでが、日頃仲が良くなかったばかりに第一番に下手人と睨まれて、すぐにも縛られそうになっているのを万七と古文とのひそひそ話で知ったばあやのお谷は、お嬢様の大事とばかり夢中になって八五郎のおばのところへ駆けつけたのでした。親分さん、なんとかしてあげてください。お谷さんは私の幼なじみですが、よもやの先のおかみさんが嫁に行くとき、お里からついて行った人で、よもやにだけでも20年も奉公している忠義者です。手塩にかけて育てたお嬢さんのおひでさんが縛られそうになっちゃじっとして見ていられなかったのでしょう。八、お前からもよくお願いしておくれ。八五郎のおばまでが一生懸命口を添えるのです。美濃和の万七兄と張り合うのは嫌だが、八のおばさんにまで頼まれちゃ嫌だと言えめ。言ってみようか八。珍しくも平次は気軽に腰を上げました。ありがてえ、それで足の顔が立つというもんだと八五郎、はい、そんなことを言うな。二人は支度もそこそこにお谷ばあさんに案内させて車坂に行くことになったのは、もう八つ二時過ぎでした。もう少し詳しく聞いちゃどうです、親分。みちみち八五郎はお谷ばあさんの後ろ姿を指さし、平次にささやきました。無駄だよ、それよりは現場を見ることだ。平次はお谷ばあさんの説明で先入心を植え付けられるよりは、自分の目で最初から事件を直視するつもりでしょう。車坂のよもやは東叡山数十か寺の御用を受けたまわって、今朝方へは扱いませんが、かなり大きな呉服屋でした。主人の次郎右衛門は60前後、これは持病があって、あまり店の方には出ず、50年配の番頭平兵衛が采配を取り、手代喜三郎以下大勢の丁稚小僧を指図して、ますます身代を太らせるばかり。お勝手向きの方は殺されたお皆の意志が大きく働いて、誰も正面からはそれに盾つく者もなかったという程度のことは、みちみちお谷の問わず語りから総合されるのでした。ごめんよ。わざとお谷と別れて、お勝手口からずいと入った平次と八五郎。お、銭形の親分、八兄もか。美濃和の万七の子分、岡倉の清吉のにがりきった顔と旗と会ってしまったのです。ちょいっと司祭があって、暴れちげえを承知で覗いたんだ。下手人は上がったかい、岡倉の。八五郎は平次をかきのけるように顔を出します。こう宣戦布告をしておかないと、親分の平次がことなかれ主義で尻込みをするかもわからないと思ったのでしょう。下手人だらけだよ、銭形の親分だってこいつは驚くぜ。岡倉の清吉は道をよけました。少し持て余し気味の様子です。驚かしてもらおうか、親分、入ってみましょうか。八五郎はすっかり闘争心を煽られて、平次の先に立って家の中へ入りました。お勝手にもじもじしているのは下女のお恋だけ。暗い廊下を通って閉めた店の中に、手代や小僧たちが
不安そうにささやき合っているのを横手に見て、突き当たった最初の部屋が、お皆の殺された問題の場所です。銭形の、とうとう嗅ぎ出したのかい。美濃和の万七は、苦々しいながらも、少しはほっとした様子でした。事件が難しくなって、自分の手ではどうにも裁きようがないと思ってきたのでしょう。しどくこんがらがっているそうじゃねえか。平次は一歩血なまぐさい部屋に入りました。下手人と名乗って出たのが三人さ。万七は大きく舌鼓を打ちます。どれ、まず仏様を拝んでからにしよう。形ばかりの台の上に乗せた香炉に線香を立てて、平次はいざり寄るように死骸の上にかけた布を取りました。思わずうなったのも無理はありません。取り乱した死にがぼながら、これはまた抜群の美しさです。少し大柄の色白で、眉の太さも目鼻立ちのたくましさも、見ようによっては少し男顔ですが、それだけ歌舞伎芝居の名女方に見るような一種の魅力があって、成熟しきった女性の情熱も意志も人一倍強そうな不思議な美しさを持っているのでした。喉笛にはまだ合口を突き立てたまま、顔の険しさに似ず、血はあまり出ておりませんが、多分一月で死んだためでしょぼ。平次はそっと布をかけて、人当たり部屋の中を見回しました。ろう塗りに螺鈿を散らした見事な鞘が、そこに落ちちって、他に男持ちのタバコ入れが一つ、金からかわのかますに、その頃圧倒的に流行った一貫張りの筒、キセルは銀で、タバコは国分らしい上等の刻み。並大抵の人間の持つものではありません。これは？平次が取り上げて万七に聞くと、主人の次郎右衛門のタバコ入れだよ。義理の娘を殺したとでも言うのか？本人が白状したんだから文句はあるめえ。もっとも下手人を買って出たのが三人もあるが、誰と誰だ？娘のおしでと手代の喜三郎さ。それにしても人を殺すのにタバコ入れを持って放り込んでいくのは念入りだね。俺もそれを考えたんだが。さすがに美濃和の万七もこんな証拠があるだけに、かえって主人の次郎右衛門が一番疑わしくないような気がするのでした。第三章。この合口は誰のだい？あれのでもねえから不思議さ。このうちの者はその合口を見たこともねえと言うんだ。してみると下手人は外から入ってきたのかな。外から入った者はこんな間抜けな足跡なんか残さねえよ。万七の指さした中庭を見ると、めったに日の当たることのないジメジメした土の上に大きな下駄の跡が往復はっきりついているのです。庭下駄の跡じゃねえか。その庭下駄が靴脱ぎの上にちゃんと揃えてあるから笑い草さ。その上に雨戸を外からこじ開けた様子もねえのに、今朝婆やさんが茂雄を見つけた時はちゃんと開いていたと言うんだ。なるほどね。そう言われると下手人はうちの中のもので、外から癖者が入ったように一番気の利かない細工をしたことになります。足跡や雨戸の気の利かねえ細工を見ると、下手人は間違いもなくうちの中のものだが、娘の喉に突っ立っている合口は誰も見たことのねえ品だ。老高な万七もここまで来て行き詰まったところへ、いつでも最後の勝利を持って行かれる銭形の平次が来たのでした。とにかくうち中の者に会ってみようか。驚かねえようにしてくれ銭形の。今度は下手人がもう一人ぐらい増えているかもしれねえぜ。美濃和の万七がこう言ったのがまんざらでたらめでなかったことに、平次は間もなく気がついたのです。主人の次郎右衛門以下、少しでも疑われる地位にある者は、奥の主人の部屋にまとめられて、下っ引きが二人で見張っておりました。は、
銭形の親分さん。平次の顔を見て一番先に声をかけたのは次郎右衛門でした。みんな一緒にしておいちゃ下手人が幾人も出てくるわけだ。八、ご主人から順々に一人ずつ連れてきてくれ。平次は大勢の顔を一目見ると、その緊張と不安の底に流れる異常なものを見て取ったらしく、八五郎にこんなことを言いつけて、宣告の死骸を置いた部屋へ一人ずつ呼び出しました。一番先に連れてきたのは、主人の次郎右衛門。60分前後の大店の主人らしい貫禄ですが、思わぬ打撃に少し点灯していながら、銭形平次が来てくれたので何かほっとした様子です。主人の次郎右衛門さんだね。え、おめえさんのタバコ入れが茂江のそばにあったそうだが、あれはどういうわけだい。平次は静かに始めました。お皆を殺したのは何を隠しましょう、この私でございますよ。銭形の親分さん、美濃和の親分はお秀が怪しいと言いますが、とんでもないことでございます。次郎右衛門はごま塩になった頭をかきながら打ちしおれた顔を上げました。それならそれとして、お美濃を殺さなければならなかったほど思い詰めたことがあったというんだね。あの娘は亡くなった私の連れ合いの連れっ子ですが、あれは鬼でございました。母親の生きているうちはまだ大したこともございませんでしたが、2年前母親が死んでこの私が病身になると、急にのさばり出して奉公人をいじめ抜いた上、繊細の腹に生まれたこればかりは私の一粒種の娘お秀などはまるで下女同様の目に遭わされました。その上、死んだ者の悪口を言うわけじゃありませんが、わがままで強情で自分勝手で欲が深くて、それだけなら我慢もしますが、おしゃれで浮気で。平次も驚きました。死んだお皆に対する次郎右衛門の非難はあまりにもド外れです。あんな娘があるものじゃございません。少しばかり顔形が良かったので、男から何とか言われるのが嬉しかったのでしょう。よもやの家風は昔から固いので評判をとっております。あんな女は一日も黙って見ているわけにいきません。どうして追い出さなかったんだ。幾度も出て行けと申しましたが、両親の私を小馬鹿にしてこの家を出て行く気などは毛頭ないばかりでなく、いつの間にやらずうずうしくなってここの心象まで伺うようになりました。放っておいたら娘のお秀をどうかして、私の亡き後のよもやをぬくぬくと取る気になったかもしれません。次郎右衛門は本当にこんなことを心配していた様子です。自分でさえどうすることもできなかったお皆を憎む心持ちが言葉の外にあふれるのでした。それじゃあ聞くが、あの合口はどこから出したんだ。次郎右衛門ははたと絶句しました。買ったことにしてもでたらめな店の名簿言ったら、平次はそれをすぐ調べるでしょう。どうしたんだ。昔から私が持っておりました土蔵の中にしまい込んであったのです。それにしちゃこしらえが新しいじゃねえか。歯の色も近頃研いだ上、念入りに手を入れたものらしいが。次郎右衛門は答えようもありません。それからもう一つ、よもやの後は誰に取らせるのかという問いに対しては、手代の喜三郎は当園のもので心がけも人柄も悪くないし、お秀との仲もいいから、二人を目合わせて後を取らせるつもり。これはお秀の役が明けてから運ぶはずで、ないない支度までしていたというのでした。次に呼び出してもらったのは老番頭の平兵衛。私は通いで夜分はここにおりませんから、何にも存じませんが。といった調子。商売は固いが、他のことには一向思いやりも工夫もない典型的な事務屋で、50そこそこの酒焼きの光沢だけは見事ですが、何の特色もない人柄でした。それに聞くと、
よもやば万という心象で、主人が情け深い上に、跡取り娘のおひでは、申し分のないお嬢さんで、殺されたおみなさえいなければ、奉公人たちもどんなに楽をするかわからないといった話。ここでも、おみなの評判は散々です。第四章、手代の喜三郎は、二十三子の、久松方の良い男で、平次の前へ連れ出されるといきなり、銭形の親分さん、おみなを殺したのは、ご主人やお嬢さんじゃございません。この私でございます。どうか縛ってください。お願いでございます。そんなことを言って、後ろ手に詰め寄ると言った調子です。何を聞いても、すっかり興奮して、まとまった答えは得られませんが、とにかくおみなは容易ならぬ人間であったこと、近頃は自分を誘ってこのうちの横領まで企てていたことをかなり突っ込んで言うのです。それほどのことを誰にも言わなかったのか。平次は聞き返しました。いいえ、ご主人にも番頭さんにも申しました。でもおみなはこのうちのことを一人で取り仕切って誰の手にも負えません。この世の中にはそんな途方もない女があることを平次は想像もしたことはなかったのです。おめえが殺したというならそれもよかろうが、あの合口はどこから手に入れたんだ。昔から持っておりました。絵は何だ。サメでございます。さやはロゴ塗りで、寸法は八寸五分もありましょうか。みんな違ってるよ。死骸の喉に突っ立った合口などは素人の目で本当に見極めがつくもんじゃねえ。でも私が殺したに間違いはございません。よしよし。平次は少しもてあまし気味です。続いて娘のおひでに会ってみました。十九の役というにしては初々しく、喜三郎が命まで投げ出そうというだけあって、おみなのような文法的な美人ではありませんが、いじらしく優しく潤いと光沢があって、なんとなく人好きのする娘でした。おめえも下手人の一人だそうだね。平次は花からこんな調子です。本当に私が殺しました、親分さん。よしよし、殺したら殺したとして、それほどおみなが憎かったのか。お父様を叱り飛ばしたり、やり込めたり、私や喜三郎をいじめたり。そう言って平次を見上げる目は涙を含んでおりました。ママ母の連れっ子に悩まされ抜いたおひでは、自分を下手人にする証拠をあげる気でもなければ、こんなことを言えそうな人柄ではありません。おい、おめえさんは人を殺せる柄じゃねえ。でもお父様や喜三郎さんだって人などを殺すような、そんな恐ろしい人たちじゃありません。おひではとうとう泣き出したのです。それをなだめて引き下がらせると、続いて自分から進んで係人の寺本三平という浪人者が会いたいと言ってきました。銭形の親分、ご苦労で。32、3、色の浅黒い、少し態度に誇張はありますが、立派な男前でした。寺本さんで。ここの居候だよ。この辺りはゆすりが多いから用心棒と言ってもいい。あまり結構な身分じゃないが、主人とは古くからの知り合いで、仕事も仕官の口もなきゃ当分来ていちゃどうだというから、人の門口に立って下手な謡を歌うよりはと思って2年越し世話になっているんだが。そんなことを少し重い口調で話すのです。で、あっしに来ようとおっしゃるのは。平次はこの浪人者の真意を測りかねました。俺はまさか下手人だと名乗る気はない。名乗っても構わないが、あいにく昨夜は山下の馴染みの家で酔いから飲んですっかり潰れてしまい、今朝日が高くなってから戻ったような始末さ。寺本三平は妙なところへ笑うのです。で、銭形の親分ともあろう者が、こんなところに気がつかないはずもあるまいが、
中庭の下駄の跡をもう一度よく調べてみちゃどうだろう。あれは大の男にしては土の柔らかいところを見ると恐ろしく浅い。それから足跡の重なり具合で中から出て外から入ったに違いないが、恐ろしく内輪に歩いている。あんな歩きようをするのは女だ。この浪人者は柄に逃げなく行き届いた観察眼を持っております。で、平次は次を促しました。それからもう一つ、殺されたお皆は太刀の悪い女で、店中の者はみんな恨んでいたが、とりわけお皆一人あるはずだ。俺の口からは言いにくいが、親分が聞き出す分には訳はあるまい。ありがとうございました。おかげで本当の下手人のあたりもつくでしょう。まだ他にお心当たりのことがあったら遠慮なくおっしゃってください。おかっぴきを家業にしていてもなかなかそこまでは目が届くもんじゃございません。いや、そう褒められると決まりが悪いが。寺本三平はカラカラと笑って逃げ出すようにそこを去りました。その後ろ姿を見送って、八、ええ、平次は八五郎を手招きしました。どうだ、驚いたろう。素人衆にもあんなのがいるぜ。いやいや、実手返上したくなりますよ、やぶん。八五郎は二つ三つ首をひねってみせました。足跡はあの寺本さんの言う通り、中から出て木戸まで行って帰ったんだ。行ったのと来たのが分かるや、ひどい打ち合もよく分かる。平次は中庭の足跡を指さします。庭石の苔がひどく剥げてますよ。それを今俺も考えてるんだ。木戸まで踏み石が7つ、よくついた石苔が傷んでるな。どうしたわけだ。外のくせ者を入れたんじゃありませんか。それも考えられるが、中の者が庭に足跡を残して外から来たもんが庭石の上を拾って歩くのはおかしいじゃねえか。ゆんべはお月様があったかい。4日ですよ。まさか提灯を持ってきたわけじゃあるめえな。石と石の間は遠くて、その上石は苔で滑るから、明かりか月でもなきゃ無事に渡られる道理はねえ。平次はすっかり考え込んでしまいました。お皆に恨みのある人間を探しましょうか。いや、それより昨夜誰と誰が一緒だったか念入りに聞き出してくれ。ここへ忍んできてお皆を殺してそっと消えれるのは誰と誰だか。そんなことならわけありません。あんまりのんきに考えちゃいけねえよ。思いのほか難しい仕事だから。へっ。ガラッパチは新しい仕事を持って庭の方へ飛びました。第五章。あやぶん、大変っすよ。なんだ、ハチ。中庭へ降りて木戸まで行った平次を後ろから八五郎が呼び戻しました。美濃の親分がおひでを縛っちまいましたよ。え？あの浪人者の話をみんな聞いて、下手人がうちの中のもので女と決まったなら、おひでの他にはねえ。おひでは喜三郎を取られそうになってひどくお美濃を恨んでいると分かったんで。そんなバカなことがあるのか。ねえ親分、あの娘は人なんか殺せるからじゃねえって親分も言ったでしょ。言った。あ、美濃和の親分はそんなことじゃおしでを勘弁しねえだろう。こいつは弱ったな、ハチ。なんとかなれませんかね。下手人がうちの中の女ということになるや、おしでの他にね。余計なことを聞かしちまったな。平次もさすがに困ってしまいました。主人次郎右衛門や奉公人たちの立ち騒ぐ中を、美濃和の万七と岡倉の清吉がとくとくとしておしでを縛ってゆくのをどうしても阻みようがなかったのです。その時、後ろから、親分さん、まだうちの中には女がいますよ。おお、驚いた。坊やさん何を言うんだ。不意にしがみついたお谷婆さんを振りもぎりもならず平次は並行しております。親分さん、あの女を殺したのはこの私ですよ。お皆の畜生を殺したのは私に違いありません。早く早く縛ってお嬢さんを助けてあげてください。あんな神様のようなお嬢さんが虫一匹だって殺すものですか。何を言うんだ、ばあやさん。平次は
半信半疑の心持ちでお谷婆さんの取り乱した姿を眺めました。さあ底辺だ、とうとう四人目の下死人だ。ガラッパチは少しばかり面白そうですが、お谷婆さんはそれどころではありません。親分さん、私を縛ってください。にわけたを履いて足跡をつけたのも、雨戸を開けておいたのも、この私に間違いはございません。私だってまだ死にたいわけじゃなかったんですもの。鬼のようなお皆を殺してお仕置きに上がっちゃ魔尺に合いません。ただもう免れるだけは免れたいと思いました。でもお嬢さんが縛られちゃ黙っていられません。私を縛ってください、稲葉の親分さん。平次が容易に取り合わないと見ると、お谷婆さんはおひでぼ引き立ててゆく美濃和の満七に取りすがるのでした。合口はどこから出したんだ。平次は静かに尋ねました。お皆が持っていたんです。あの女は何をするか分かりません。昨夜自分の氷から合口を出して抜いて明かりに透かしてにやりと笑ったのを私は見てしまいました。あの女はお嬢さんを殺す気だったに違いありません。からかみの隙間から覗いている私が声を立てなかったのが不思議なくらいです。あんなすごい顔を私は見たこともありません。黙って先を促す平次。合口を枕の下へ入れて寝るところまで見極めると、私は矢も立てもたまりませんでした。あの女はきっとお嬢さんを殺して喜三郎を手に入れ、母屋の心象を狙うに決まっております。私はとうとう夜中に忍び込んで大変なことをしてしまいました。平次も八五郎も万七も清吉も次郎右衛門もおひでもあまりのことに仰天して、しばらくは口をきくものもありません。私の孫のお玉はあの女に殺されました。今年の春旦那様にお願い申し上げて、両親に別れたたった一人の孫のお玉をここへ連れてきて育てていると、あのお皆という邪神の女が妙にお玉を邪魔者にして、毎日毎日子供にできそうもない用事を言いつけ、散々な目に合わせて追い出そうとかかりました。十二になるお玉がどんなにお皆に虐待されたか、それはうち中の者がみんな知っておりました。弱い者がどうかすると犬や猫をむやみに虐待するように、お皆のうちに潜む恐ろしい残酷性がお玉という手頃の対象を見つけて遠慮もなく発散したのでしょう。お谷婆さんは放り落ちる涙を払いもあえずに続けました。とうとう自分の腫れ物に貼る雪の下の葉を井戸の下の石垣の間から取ってこいと、とんでもないことをお玉に言いつけ、いくつ取ってきてもこれでもまだ小さい、これでもまだ小さい、もう少し手を伸ばせば大きいのがあるはずだと言って、お谷婆さんはとうとう涙で絶句してしまいました。たった一人の孫娘を失った深刻な思い出が、この老女の常識もたしなみもめちゃめちゃにしてしまったのです。雪の下の大きい葉を取るつもりでお玉はとうとう井戸へ落ちてしまいました。お谷婆さんは続けました。お皆の畜生は誰も知らずにいるのに自分だけ心得ていて、しばらく経って言うんですもの、助かりっこはありません。引き上げた時はもう何もかもおしまい。あんなにお玉を邪魔にしていたんですもの、間違って落ちたというのは表向きで、本当は自分が突き落としたのかもわかりません。誰も見ていたわけじゃなし、それくらいのことはやりかねない女でした。あまり急激な事件の発展に、平次も万七もしばらくは顔を見合わせるばかりです。さあ私を縛ってください、最初から私が殺したと言ってしまえば旦那様やお嬢さんにご迷惑をかけなかったのに、年寄りのくせにまさか死ぬ気にはなれなかったばかりにとんだ人騒がせをしました。今となってはもう何にも思い残すことはありません。お嬢さん、旦那様、それでは。お谷は縁側の板敷きにガバと身を投げて大泣きに泣くのです。
万七の手から放たれて、おひではばあやのところへ飛んできました。お嬢さん、とんでもないことをしてしまいました。今となってはみんな嘘にしたい。これが夢だったらどんなにありがたいでしょう。でも、そんなわけには参りません。私は人殺し、恐ろしい人殺しババアになってしまいました。触ったりしちゃいけません。それじゃお嬢さん、もうお目にかかる折もないでしょう。お体にお気をつけて、お丈夫でお暮らしください。バーヤン、お前に人なんか殺せるはずはない。それは何かの間違いだろう。バーヤン、バーヤン、行っちゃうよ。いや。おひでは、バーヤにすがりついて赤ん坊のように泣くのです。美濃和の万七は再現もないと思ったか、お神楽の清吉に目配せをしました。立て！清吉の父ではきらりとお谷婆さんの肩のあたりをぶちます。第六章。親分、八。やはりあのお谷婆さんが下手人すかね。二人はしばらくたってようやく我に帰りました。万七と清吉はお谷婆さんに縄打って引き立てた後、次郎右衛門はじめ奉公人たち一同、ただ気抜けたように呆然としている中を、おひでの泣き声が絶え絶え縫っております。俺にはわからねえことばかりだ。八、気の毒だがさっき頼んだことを念入りに調べてきてくれ。それから殺されたおみなと親しくしていた男がなかったか。こいつは大事だ。よく聞いてくるんだ。平次はそっとささやくと、八五郎と意味の深い目配せを交わして別れ、自分だけ一人、もう一度お皆の死骸を置いてある部屋へ帰りました。死骸にかぶせた布を取って、合口を抜いた後の傷口を濡れた手ぬぐいで丁寧に拭き、それから死骸の胸のあたりを一通り見た上、今度は死骸をうつむきにしてその首筋のあたりを見ました。これほどの傷にあまり血が流れていないのも不思議ですが、平次はそれよりも重大なことを発見したらしく、何やらうなずいて静かによもやを引き取ったのはもう日が暮れてからでした。その晩、八五郎が帰ってきたのは5:30、9時過ぎ。親分、大したこともありませんでしたよ。あまり芳しい収穫もなかった様子です。夜中にあの部屋へ人知れず入れたのは誰と誰だ？と平次。主人の次郎右衛門と娘のおしでと婆やのお谷と手代の喜三郎と、それっきりですよ。番頭の平兵衛は通いだし、浪人の寺本三平は離れに寝ているし、エッチ小僧は店二階へ一緒に寝ているし、開花のおこいとおさんは一緒だし。よしよし、そんなことでよかろう。ところで寺本三平は宵のうちから離れへ行くのか？店が閉まってから大抵5:30から4:00の間だそうです。くせ者はうちの中に決まっているから、離れにいる寺本三平は感情に及ばねえじゃありませんか。それにゆんべは恐ろしく早く筒前に離れへ引き上げたそうですよ。本人は山下のなじみのうちで酔いから飲んでいたというのは嘘じゃねえでしょう。そうかもしれねえ。ところでおみなと関係のあった男が幾人あったかわからねえが、近えところじゃ寺本三平。なんだと？ほほほ、びっくりした。わしのせいじゃありませんよ親分。あいつがおめえのせいだったら大変だ。来い、ハチ。どこへ行くんで？どこだかわかるもんか。とにかく、鳥が飛んだ後じゃ、お谷婆さんの命を助けようはねえ。お谷婆さんを助けるんですって、親分。今度は、ガラッパチの方が驚きました。お谷婆さんが何と言おうと、お皆を殺した人間は他にあるんだ。お谷婆さんを下手人にしちゃ、でいちおめえのおばさんにすむめ。ちえねえ。どこ行って何をやらかしゃいいんだ親分。寺本三平がゆんべ行ったうちを探すんだ。
そんなら分かってますよ。ここだ。上の山下の黒狩横丁のおよののうちで。なんだよそれ。あんまり筋のいいうちじゃありませんよ。行ってみよう。平次とガラッパチがおよののうちというのに行ったのはもう四つ過ぎでした。寝ちまいましたね。構わねえから存分に叩け。ガラッパチがサザエのような原稿で続けざまに叩きまくると、はいはい、ただいま、どなたですか。寝入り花らしい女の声が戸を開けかねて躊躇している様子です。おようだ、早く開けろ。はい、今すぐ開けますよ。ガラガラと開けて寝乱れた姿を出したおよのの前へ八五郎の十手はピカリと光りました。かようだぞ、神妙にせい。この時ほど銭形平次は御用風を吹かせたことはありません。寝巻き姿のおよのと下女のおろくを二人並べて、ゆんべ寺本三平は何時に来て何時に帰った。一度外へ出てまた夜中に帰ったか、それとも遅くなってから来たか。まっすぐに申し上げねえとお前たち二人とも殺しの巻き添えでガン首が飛ぶぞ。こんな時には八五郎の方がはるかに睨みが効きます。およのは一応も二応も渋りましたが、下女のおろくは二つ三つどやしつけられると他愛もなくベラベラと喋ってしまいました。それによると酔いから来たはずの寺本三平は実は夜中過ぎにやってきてしたたかに飲んで寝てしまったが、万一人に聞かれたら酔いのうちに来たと言えと半分脅かすように頼んで、おろくに大米一両もくれたというのです。はじ、それで何もかも分かった。女二人は生き証人だから逃げ隠れしねえように老役人に預けて大急ぎで車坂へ行こう。およぶん、明日なんて言っちゃやられねえ。二人はおよのとおろくの始末をすると、そこから一丁場の車坂へ駆けつけます。第七章、よもやの離れ。そこには浪人寺本三平が寝泊まりしているはず。ちょいっと寺本さん、お顔を拝借したいことがありますが。八五郎が猫なで声で戸をたたくと、誰だ今頃、用事があるなら明日にせい。少し機嫌の悪い声が中から応じます。そうおっしゃらずに、ちょいっとですがお願い申します。うるさいやつだな。さっと内から開けたとと同時に地殿闇をつんざきて八五郎の肩先へ、冗談じゃねえ。尻餅をついて辛くも逃れた八五郎の上へのしかかってもう一立ち来るのを、かよだ。平次の手からさっと銭が飛びました。やろう、器用なことか。銭は刃になって、寺本三平は抜刀を持ったまま八五郎の頭ぼこして外に飛び出します。何もかも済んだのは明くる朝になりました。少し薄手を負わされた八五郎が寺本三平を送ると、すっかり元気になって平次と一緒に家路を急ぎながら相変わらず絵解きを迫ります。どうして下手人がお谷婆さんじゃねえと分かったんですか。親分、勘だよ。それに死刑の血の出ようの少ねえのも気になったから、傷口を洗ってよく見ると喉を指で押した跡があるんだ。へえ。死刑を仰向きにしてみると首筋にも指の跡がある。合口が突っ立っているからうっかり騙されたが、あれは刺される前に男の強い力で締め殺されていたんだ。へえ。そこへお谷婆さんが忍び込んできて枕の下から合口を引き出して死んだとは知らずにおみなの喉へ突っ立てた。いや、喉へ突っ立てるつもりだったかもしれねえが、実は首筋を外れて枕へ突っ立てたのさ。お谷婆さんは面食らっているからそんなことに気がつかねえ。慌てて部屋から飛び出したが、さすがに捕まるのが怖かったと見えて面食らって庭桁を履いて木戸のところまで逃げ出したが、思い直してまた家の中へ帰った。別に甘い細工をして外から下手人が入ったと思わせるつもりじゃなかったのさ。なるほどね。
明くる日になると牛で宴が行きそうになったからびっくりして俺のところへ飛んできた。やはり命が惜しかったが牛でも助けたかったんですね。が牛でがどうしても縛られることになったんで夢中になって白状しちまったのさ。で下手人が寺本三平と分かったな。あの下手人は男でそれも力の強いものと分かると寺本三平の他にはね、あの浪人者が中庭の下駄の後で恐ろしく知恵の走ることを言ったが、あれは宴をお谷婆さんへ向けるつもりだったのさ。あんなことを言うからかえってこの野郎はくせえと思わせる。ふーん。寺本三平は外へ出るような顔をして実は宵のうちからうちの中に隠れていたんだろう。夜中にお皆の部屋へ行って殺したところへ不意にお谷婆さんが入ってきたのさ。へえ。多分驚いたこったろうが横着者だからどこかへ姿を隠してお谷婆さんのすることを見ていると婆さんはお皆の枕の下から合口を引き出し面食らって枕に突っ立てて飛び出しちまった。枕に刃物でついた跡があるから後で見るがいい。そこで寺本三平はその合口を死骸の喉に刺し直して庭石伝いに逃げ出したのさ。あれは寺本三平が手当たり次第に放り込んだんだろう。不定やつですね。不定にはそういねえが、散々寺本三平と遊んで近頃は喜三郎に取り入ろうとしていたお皆の方も悪いよ。あのまんま放っといたらおしでをどうかしてお母屋を乗っ取ったかもしれねえ。女のおしの杖のほど恐ろしいものはねえな。ハチ、おしが意見されてるようですね。その気で付き合うがいい。二人は何とはなしに笑いました。悪いものばかりいるとは限らねえと親分が言ったのは本当っすね。早くお谷婆さんがお仕置き台にあげられるところじゃありませんか。だから御用聞きは十手取り縄を頼りすぎちゃならねえのさ。とんだ罪を作るから。秋の朝の風はすがすがしい心持ちの二人を家路に吹き送ります。野村鼓動作、銭形平次取り戻控えより、女の足跡、全文読み切り、書室オール読み物、昭和15年1940年12月号より。